大自然と四季に恵まれた日本は、おいしい水の宝庫です。森林に囲まれた山々は、豊富な雨量を地層深くたたえ、ミネラル豊かな岩層は、大自然の浄化装置そのものです。地上にあふれたおいしい湧き水は、渦をなして流れ、生命エネルギーに満ちあふれてゆきます。生きとし生けるものに命の恵みを与える水は、天に昇って雲となり、再び地上に降り注ぎます。水はすべての情報を記憶し、そのエネルギーを運びます。すべての生き物が大いなる一つの命を分け合っている。この地球を回りて巡る水の循環システムは、なんと美しく驚きに満ちていることでしょう。大自然と水に生命エネルギーを与える地球の営みにヒントを得て、水道水を生きた水に変えるガイアの水135は、毎日の暮らしになじむ浄水器として誕生しました。ではガイアの水135の機能についてご説明しましょう。シンプル設計のガイアの水135はコンパクトで、場所を選ばず、取り付けや分解も簡単で、お手入れに手間がかかりません。ガイアの水135は4つの特徴を備えています。まず、高性能ハイブリッドフィルターは60構造、塩素、農薬などの有害物質やミクロサイズのばい菌、サビなどの異物を取り除きます。しかもミネラルなどの栄養素はしっかり残してくれます。カートリッジには世界レベルのパワースポットより採石された数種類のテラヘルツ鉱石を内蔵し、水に高周波の振動を与えます。1秒間に1兆回という光の領域の振動数を1テラヘルツと呼びます。生物の有機高分子はテラヘルツの高周波と共振する周波数を持っています。つまりテラヘルツ波は細胞や酵素、 DNA などと共振して活性化し、自然治癒力を高め、免疫力をアップして健康に良い影響をもたらすのです。この共振性による体内の有毒物質を排出するデトックス効果で、浄化力をパワーアップ。カートリッジ内の引用回転、渦のエネルギーは水にパワーを与えて、テラヘルツの振動エネルギーとともに生命エネルギーを活性化します。水質浄化力と天然の抗菌力に優れたマコモのパワーを合わせてカートリッジに収めました。植物のマコモで木が加わり、木下土権水の五行が揃いました。渦をなす陰陽と五行からなる東洋の英知、陰陽五行を整えたガイアの水135。これは互いに影響を与え合いながら、森羅万象が生成し循環する陰陽五行のエネルギーを整え、水に生命力を与えるガイア、地球型浄水システムなのです。次に浄水性能の実験をご覧ください。わかりやすくするために、水に特殊インクを入れます。これは浄水モードのポジションですが、浄水器の本体を後ろに倒すと、水道水がそのまま出てくる減水モードになります。そのままブルーの水が出てきます。今度は本体を立てて
浄水モードにしてみましょう。ご覧いただけましたか？透明な水になりました。次に鉄サビなどの異物を除去する実験を見てみましょう。水道管の濁りの除去性能を確認するために鉄サビを入れます。浄水器本体を倒して減水モードに切り替えます。鉄サビで濁った水がそのまま出てきました。次に本体を立てて浄水モードのポジションに戻し、水を取ってみます。なんと澄み切ったきれいな水になりました。しかしガイアの水135の本領はここから。本体を下に回転させ逆流洗浄モードに切り替えると、フィルター内部にたまった鉄サビなどの汚れがきれいに吐き出されます。フィルターの内部は汚れを溜め込んでいたのです。1日1回30秒の逆流洗浄でフィルター内の汚れをきれいにできます。今度は塩素の実験をしてみましょう。水道水に塩素試験薬を垂らすと塩素に反応して黄色くなります。きゅうりを入れてかき混ぜると、黄色が消えてゆきます。次にお米で試してみましょう。やはり透明になりました。今度はお茶を入れてみましょう。やはりお茶でも黄色が消えました。これは塩素が野菜、お米、お茶のビタミン B1 を中和し、塩素もビタミン B1 も消えてしまったためです。塩素は手の皮膚からも経皮吸収されるのを実験で確かめてみましょう。2つのボウルに水道水を入れ、一方を軽く手でかき混ぜます。このボウルに塩素試験薬を垂らすと反応して黄色くなりますが、手でかき混ぜたボウルの水は透明のままです。塩素は指先から経皮吸収されてしまったのです。塩素は体内の酵素や有用微生物さえ壊してしまいます。私たちは今まで生命エネルギーを弱めてしまう塩素を無防備に体に取り入れてしまっていたようです。ガイアの水135シリーズのラインナップをご紹介します。ガイアの水135シャワーヘッド。シャワーの細かい水滴は蛇口の何倍もの表面積で塩素を拡散し、呼吸や全身の皮膚から残留塩素を吸収してしまいます。ガイアの水135シャワーヘッドはテラヘルツ鉱石や天然サンゴ、爆斑石を収めた2つのカートリッジが残留塩素を排出し、しっかりお肌を守ります。シリーズの一番人気はポット型浄水器。JIS規格
13項目をすべてクリアした60構造の高性能カートリッジは、業界初のトリハロメタンの高い除去率を達成しました。安全で美味しい水を毎日の暮らしに実現してください。テラヘルツパワーで熟成した生体活性水エリジアムには、細胞を若々しく保つ大地の力がぎゅっと詰まっています。化粧水などに数滴垂らせば、自分だけの素晴らしい化粧水が出来上がります。ハスは汚泥の中に咲き、汚泥に染まらない。ハスは汚泥を吸って成長します。この汚水には有害なばい菌もたくさんいます。しかしハスが健康に生きている限り、汚水を吸い込んだレンコンの中の水にばい菌はいません。このハスが汚水を清浄化するミラクルな働きを自然界の浄化システムと考え、科学の目で研究し、浄化装置として生み出されたのがガイアの水135シリーズなのです。遥かな宇宙の片隅に、命あふれる奇跡の星、水の惑星地球は誕生しました。母なる海は命を育み、人類もまたこの水から誕生しました。地球と同じように、人体の 70% は水で成り立っています。古代ハスが水を与えられて、長い眠りから命を吹き返すように、生命活動とは水を媒介としたエネルギーの受け渡しでもあるのです。赤ちゃんを育む羊水のような、汚れなき原始の海へ。有害物質で汚染された地球と私たち自身の健康を取り戻すために、ガイアの水135はかけがえのない大切な働きをしてくれます。この命の星に生まれた恩恵への感謝を込めて、テラヘルツ波で水の生命エネルギーをよみがえらせるガイアの水135をビビアンより自信を持って世界に発信いたします。美しい地球に生きる未来の子供たちへ、手から手へと心を込めて伝えていきましょう。